やっほー。15分したいと思います。今日もリビングで電気つけながら寝てたね。なんか気づいたら寝てるんだよね。どうしようもできない。ついにコンサート前日となりました。もうすでに向かわれてる、新潟に向かわれてる方もいらっしゃるんじゃないかなとか思ったりしてるんですけど、どうだろうか。ほい、みんなね、楽しみにしてくれてありがとね。もし見れない人も配信でもね、ルア映ってるといいなっていう願望で、ぜひ配信も見てくださると嬉しいです。はい、それはもう一個楽しみなのが、その県民会館周辺の桜そこが咲いてればなんかちょっとでもなんかさ、朝とかそこ通ったら写真カシャッと撮れるかなとか思ったり。そう、私もうね、レッスン場と家をもうただ行き来し、レッスン場というかまあそうなん、ただ行き来してるだけでもう桜を見る余裕がないと言いますか、そう、なんか外に滞在してる時間がもうないのでそう、何かしら、そう、建物の中にいるか車の中にいるかみたいな。そうだからあんまり桜を撮る時間がないので、明日ちょっとバシャッと撮ってこようかなと思います。そう、その会場入る前にはい、そう思ってますが、そう、明日さくらちゃん、そうなんです、逃さない、このさくらチャンスを逃さないぞね、そうなんです。久々に車でベルちゃんの配信を爆音で流してる気がする。おお、ありがとう。爆音で。白山公園抜けて県民会館。ああね、こう行くって感じね。なるほど。4月、なんかもうちょっとで本当にルアの誕生日が来てしまいますよ。そして5月7日なんですけど、あと1ヶ月も切っちゃって、なんか誕生日なんかしよっかなってやっと考えたところ、ケーキも何も考えてないけど、なんかそう、私的にはまあ何でもいいし、なんならそのめちゃめちゃ可愛い、もうリボンとかつけてもらって、もうピンクの なんだろうなんか薄ピンクのなんかハッピーバースデーみたいな、あのすごいおしゃれなフォントで、でなんかリボンのチョコレートみたいな、なんかいろいろわーってやって、すごいおしゃれなケーキにするのもありなのかなと思ったんだけど、でもなんかみんなハンギョドンのケーキはとかそういう案もくださって、ハンギョドンもありだなって。そう、今何のケーキにするか迷ってます。でもそろそろさ、
提出しないと。提出っていうかいつもお願いしてるケーキ屋さんがあるんですけど、そう、そちらの方に。はいね、でも本当に桜咲き始めましたっていうか散ったと思ったけど意外とまだ生き残ってた。もう一回さ、あの雨だったじゃん、新潟とか雨だったんですよ特に。まあ終わったと思ったもん。まだ終わってなかった。ね、映える写真、うん、明日は同じ空見上げてこう写真をメールに送ろうかなって思ってます、気力があれば。こんななりながら撮ってるかもしれないから。生誕祭いつね、生誕祭あるかな、まあ5月とかにできたらいいなとかも思ってるけど、多分私の感覚的に8月とかじゃない、わかんないけど感覚的に。わかんない、その毎年の生誕祭のなんか日、なんかなんだろう、なんか感覚がわかんないから、まだ1年しかやったことないし、私の生誕祭1回しかしたことないし、わかんないからわかんないんだけど、7月8月とかになる気もする。おい、本日誕生日、ベルちゃんとちょうど3回り違いますが、おおめでとうございます。4月12日おめでとう。すごい、私もねメモしてたよカレンダーに、そうちょっと前から、おめでとう。すごいね、明日ついに日向さんの卒業公演ですが、フロアのことも見てくれると嬉しいな、ありがとね。同じ桜見上げてこう、あ確かに、なんか萌が言ってそう、いつも同じ空見上げてこなんだけど今日は同じ桜見上げてこうとか言ってそう、萌え。それを私がぶんどろっかな、萌が言いそうなので代わりに私が言っておきます。ちょっと書いとくは今のうちからメール。すぐ忘れるから、えマジね、ルアメール書こうと思ってることね本当に数時間後忘れてるんだよね。あれ今日何書こうってなる。うん、ラシ誕生日当日は夜勤なので魂だけ、あありがとうございます。夜勤すごい、もう今後のスケジュール決まってるんだ、5月7日頑張ってね、大変そうだ夜勤。去年7月、はい去年7月1日でした。生誕祭はコロナ以降ずれてる、うんね、なんかずれちゃってるよね。やめてよ、あーうくびだった。だってくしゃみだと思ったらうくびだった、無理。あーちょっと同じ桜見上げてこだな、はい、あくび映る、本当に本当に、うん
あけば急にあくびタイム。もうね、目を心配してたんですけど、無事に目の腫れも、あれ曇った、あれ、あ、OK、無事に目の何曇り違う、目の腫れか、目のあの物もらいも治りまして、多分治った、うん、ただこれはただクマがひどいだけだと、そう、治りまして、もう万全なルアシでございます。はい、どこも痛くも痒くもないです。あ、まつげ、あ、そうだね、まつげの調子はちょっと待ってね待ってね、よいしょ、え、嘘でしょ、全部生えてるかもしれない、ちょっと待って、え、ガチ、これマジ、ちょっと待って、え、行くよ、え、待って、めっちゃ生えてない、待って、ちょっと どうやって見せればいいかな、いつもどうやって見せたっけ、え、これ見えにく、下から見せたいな、やばくない、待って、ごめんね、すっごいなんか嫌な人はすいません、え、すごくない、え、やったー、おつげ、お疲れ、お疲れじゃない、まつげおかえりここで煽るような発言はもらえ、まつげお疲れおかえりすぎる、うわ、やった、あくび映りました、あ、本当に、あくびって映るんだ、うわ、これは最高のコンディションでコンサートできるんじゃないのね、やったね、うわ、ってことはもう目の調子が抜群にいいってことでしょう、これはありがたい、ということで今日も一日頑張っていきましょう。今日終われば土日、よし、それはスクショタイムをしたいと思います。なんだろう、あと一日、うんうんうん、なんだろう、うんうん、ありがとうございます。深夜も行かない、あ、ありがとうね、公演も、そう、コンサート終わってもね、すぐもう会える機会がありまして、公演がありまして、で21日も出演させて、4月は公演たくさん出るのではい、ぜひお待ちしておりますと。それではお礼をさせてください。13ひろし、違いました、間違えました、すいません、あ、間違った、じゃあ15位から一応ごめんなさい、間違った、15位ひろし、ありがとうございます。14位バイケンシ、ありがとうございます。13位ふわふわし、ありがとうございます。12位ピーメガネ氏、ありがとうございます。11位古川氏、ありがとうございます。10位ヤマト氏、ありがとうございます。9位ハッピーアイスクリーム氏、ありがとうございます。8位シュウちゃん氏、ありがとうございます。7位アイコス氏、ありがとうございます。6位石本氏、ありがとうございます。5位小型の大型氏、ありがとうございます。4位オジ氏、ありがとうございます。3位アイスルアスマイル氏、ありがとうございます。2位ヨチ君氏、ありがとうございます。そして1位はチャカチャカチャカ、はい、セテガー氏です、ありがとうございます。絶対返し、ありがとう、最近たくさん1位ありがとうね、めちゃめちゃ嬉しいよ、めちゃめちゃ、ついに明日楽しもうね、ありがとう、朝から、はい、ありがとうございました、皆さん、また明日、またね、ありがとう、明日の朝もします、また明日の朝会いましょう。
バイバーイ。